皆さん、こんにちは。明流寺住職の水野です。ご縁に感謝いたします。この動画を見ていただきましてありがとうございます。この動画を見ていただいている方の中でですね、一つの仕事を続けることができなかったり、また、行く職場行く職場で不思議と人間関係がうまくいかなくなって辞めてしまったり、 またはこれといった理由や事情がないのに衝動的に無償に会社に行くのが嫌になって辞めてしまったりとかまたは精神が過敏でね人に会うとすごく疲れるので会社に行けなくなってしまったりとかそのようなことでねお困りの方がいらっしゃいましたら是非一度当事院にご相談してくださいきっとお力になります